私の本業はヨガの講師をしております。そして本業ママです。でそして本業コンサルタントをしています。なので全部全力でやらせてもらってます。はい、もういつも全力の私なんですけど、ウィナーズに入る前っていうのは、どういう状態だったかっていうのをちょっとお伝えしていこうと思います。で今日お話しすることが少しでも誰かの何かになればいいなと思っております。はい、でまず私が、ウィナーズに入る前思っていたことは、もっと自分に自信を持ちたいっていうふうに思っていました。で幼少期、私結構父が厳しい家庭で育ったんですけど、幼少期ながら、ちっちゃい頃ながらに、お父さんに、ね、パパの夢って何っていうふうに聞いたことがあるんですね。でその時に、父親が、言ったその顔だったりとか、オーラだったりとか、その言葉とか、今でもこう頭の片隅にこびりついてるんですけど、父が言った言葉が、夢は、叶えるものじゃない、見るものだ。で、そうなんだって思ったんですよ、ちっちゃいながらに。で、夢ってその叶えちゃダメなんだとか、抱いちゃダメなんだとかいう感じで思ってました。なのでそれが小学校の卒業文集にも表れてるんですけど、多分ね、小学校の時だからお花屋さんとか保育士さんとかそういう夢だったと思うんですけど、一度書いてでバーって線で消してあるっていうような状態。やっぱりこう夢はやっぱりこう見るものなんだっていうふうに思いながら育ってきました。でそしてこんなふうにも思ってました。もっと自分らしくいたいっていうふうに思ってました。で自分らしさとは何だろうと模索していました。そしてもっと認められたいっていうふうに思ってました。これは本当に強かったです。この認められたいもっと認めてほしいとかすごく思ってました。で特に父との関係性が強かったと思うんですけど、一番近い両親、親がやっぱり認めてくれなかったりきついので、その、誰かに何かを求めるっていうか認めてほしいみたいなのすごく強かったんですね。でいつもそうやって誰かに何かを認めるっていうような人生でした。ウィナーズに参加したいと思ったきっかけなんですけども、でも自信を持ちたいとか、もっと自分らしくいたいとか、もっと認められたいって、もう皆さんが誰もが普通の感覚だと思うんですよ。でそういった普通の感覚、私が今、4制約ずつ上げさせてもらって120万っていう、月収を達成させてもらったんですけど、やっぱりこの普通の感覚っていうものを強く、でウィナーズに入る前っていうのは、この普通の感覚をずっと心の中に閉じ込めていて、誰にも吐き出せずにずっと生活をしていて、ただでもやっぱり変わりたいとか、変えなきゃとか、そんな気持ちがこう強くなった時に、まゆみ先生と出会うことができまして、でセミナーを申し込んで、産後5ヶ月目のことだったんですけれども、セミナーに参加した時にまゆみ先生に、まずは安定した収入が入り始めたら家族を大切にしてあげてくださいねというふうに言われました。でその時にハッとしたんですよ。あ、そうかと、私はお母さんだったと思ったんですね。だから、自分が家族を守る立場だったということに、その時にまたようやく気づきました。なのでウィナーズに入ってから何をやったかと言いますと、自分以外に愛を注ごうということをとにかくやりました。ね、マインドセットにもあります。コミュニティを助ければコミュニティに助けられるだったりとか、ミナーズが掲げているシェアギブハッピーの精神、それをひたすら本当にやりました。本当にそれだけです。まずは誰かに愛を注ごうだったりとか、誰かを愛そうだったりとか、私があげた愛を受け取ってくれてありがとうって言ってもらったりとかっていうふうにやっていくと、最終的に自分を認めれるようになってきました。で今
現状で、まあ、例えば01を達成していなくって自分に自信がないとか、もっと自分らしくいたいとか、うまくいっていなくてもっと認めてほしいって思っていても大丈夫です。今隣にいる人だったりとか、前後ろにいる人たち、ここにいるコミュニティの人たちが必ず頑張れよって言ってくれますし、私も頑張るからねっていうふうに言ってくれます。そして私の結果になります。11月売上120万超えました。で12月も売上を120万超えさせていただいております。でこの結果を聞くと驚きもあるんですけれど、同時にためらいというか、やばいなっていうああコンサル制度かと守んなきゃなっていう感じができてきております。なので、これを経験して、得た知識、そしてマインドで環境、仲間がいれば、でももう怖くないかなと思っています。集合チームの、メンバーだったり、在宅セミナーの、メンバーだったり、レクチャーしてくださる講師陣の方々、先生方、まゆみ先生、ゆうの先生、コナンさん、うちさんだったりとか、桜井さんだったりとか、野田さんだったりとかっていう方々に、ハモリ大先生だったりとかっていうふうに、支えられて今があるなと思っております。はい、そして、皆さんに最後に伝えたいことを言って終わっていきます。で私はこの得た結果に甘んじず、これからもステップアップを目指していきます。で父に言われた言葉、夢は叶えるもんじゃない、見るもんだっていうのを、今度は私が子供に夢って何って聞かれた時に夢を答えれるような状態にしていこうと思っています。なのでそういった姿を子供、親として子供に見せていこうと今強く思っています。以上でございます。ありがとうございました。